どうも皆さん、おお、いっぱいたくさんの方が、あ、いいね、声が聞こえると気持ちいいですね。あ、いい、うぅ、暑いな、みんな素晴らしい。はい、ということで皆さんこんにちは。本日はグリッドマンユニバースキャストトークショー付き上映会03にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで舞台挨拶を始める前にですね、皆様へお願いがございます。本日はですね、 YouTube の中継オフィシャルカメラが入っておりますが、お客様による携帯電話そしてデジタルカメラなどでの撮影録音は禁止とさせていただいておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。また舞台挨拶中はマスク着用のご協力をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はこのメンバーでトークショーをしていきたいと思いますので、一言ずつご挨拶よろしいですか。まずはおじさんから。どうもアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石選手です。やっとしゃべれた、イエーイ。目も覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。楽しみ、今日楽しみにしてきたんでね、皆さんとたくさん楽しい時間を過ごしていけたらと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。じゃあキトちゃんお願いします。はい、皆さんこんにちは。ハス、あ、あ、そうだ、皆さんこんにちは。おお、楽しい。ハス役の北あかりです。本日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、ナミコ役の三森鈴子です。よろしくお願いします。はい、皆さんグリニチョ。ありがとうございます。宝田立花役宮本ゆめです。本日はよろしくお願いいたします。えい、お願いします。やばい、ちょっともう泣いちゃいそうだわ。うるうる来てる兄さん。 いいね、気持ちいいっすね。声優界で一番グリッドマンが好きでおなじみの斉藤そばです。皆さんこんにちは。イエーイ、今日は楽しんでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、今日みんな何の日か分かる？4月9日は広瀬優也の27歳お誕生日。言わせてんのよ。すごいね、グリッドマンのイベントだぞ。気持ちいい、本当に気持ちいい。ありがとうございます。 YouTube で配信の皆さんもありがとうございます。いや、めっちゃ気持ちいいな、このゆうやの誕生日に合わせて今日が設定されたっていうね。え、そうなの？みたいですよ。ありがとう。はい、ということで皆さんね、結構温まってきたところで、まあ今回はネタバレありでと。なんだよ、何ですかー。トークショーもね、配信されるということなので今のこの、そうですよね、集大が今 YouTube に全世界に配信されておりますけども、はい、ということで今回は初の応援上映ということで、もう皆さんの声は聞いてますけども、改めていかがでしたか？楽しかったですか？お、よかったね。サイリウムだったりね、いろいろ、なんかいろんな方法で応援してくださってありがとうございます。はい、ってことはということで、本日はちょっとめちゃめちゃ盛りだくさんなんで、少しちょっと駆け足になると思うんですけども、最後までお付き合いください。さあ、ということで本日はもうやっちゃおうか。ですね、早速サプライズゲストをお呼びしたいと思います。新庄茜役の上田玲奈さん。間開けてあげて、すごいっしょ、サプライズ。じゃあレイさん、ご挨拶お願いいたします。ゆうやくん、お誕生日おめでとう。わーい、わーい。改めまして、ようやくご挨拶ができます。新庄茜役の上田玲奈です。今日はよろしくお願いします。はい、ということで追加キャストとしてですね、新庄茜役の上田玲奈さんが本日解禁となりました。はい、でもちろんですね、この姿の
商品が登場しますということで、はい、来ました。新庄あかねニューオーダーのポップアップパレードとネンドロイドでございます。かわいい、ね、かわいいよ。もう早速ね、衣装に、新しい衣装に身を包まれたあかねですけども、そしてですね、キャニメの直販にあかねグッズと、複製原画セットが新登場でございます。劇場販売グッズと合わせてぜひ手に入れてください。ということであかねが解禁されたということは、このキャラクターキャストも解禁となります。こちらです、ドドン。はい、ということで稲田哲さんが演じるアレクシス・ケリブでございます。お父さん。そしてアンチ怪獣少女も解禁でございます。こちら、はい、イエッ。さらにはですね、2代目が乗るサウンドラスバトルモードも解禁でございます。デザインは西川真嗣さんでございます。さらにさらに、グリッドナイトの新しい形態、フルパワーグリッドナイトも解禁でございます。いや、改めて見るとめっちゃかっこいいな、はい、ということでいろんな解禁がございましたけども、今後の商品展開にもね、期待したいと思います。はい、続いてここから大丈夫変わろうか、はい、あとね、5、6分ずっと俺が喋る時間続きます怒涛の告知タイムでございます。まずですね、新庄あかねの登場解禁に伴い、少年ジャンププラスにて特別読み切りの掲載が決定。これはこれはね、ね、前室で相馬さんもわいわーっと盛り上がってましたけども、はい、はい、タイトルはですね、劇場版公開記念特別読み切り 52.52 は帰ってきたあかね。こちらですね、あのグリッドマンブルーレイ &DVD に収録されていた雨宮監督書き下ろしによるボイスドラマ第 12.12 回帰ってきたあかねの公式コミカライズになっております。聞いていただけた人いますかね、ブルーレイで。あ、ありがとうございます。はい、こちらはですね、4月11日火曜日より配信開始となりますので、ぜひご覧ください。続いて劇場版グリッドマンユニバースはですね、出版社の垣根を越えて、いや、もうすごくない、このラインナップ。改めて、はい、ということで多数のコミカライズ、ノベライズ作品が参加しています。まあ、まさにね、ユニバースになっておりますので、ぜひこの機会に本劇場版だけでなく各出版作品もご覧ください。そしてグリッドマンユニバースキャストトーク付き上映会04の開催が決定。はい、ということで、こちらにもレイさんいますけども、レイさんこっちにも出てもらいます。はい、ということで4月16日日曜日12時上映会、東方シネマズ池袋にて開催です。出演は、上田玲奈さん、鈴村健一さん、稲田哲さん、浜野大樹さん、そして内田真彩さんでございます。こちらの上映も応援上映になりますので、ぜひ盛り上がりましょう。そしてですね、なんと応援上映の全国展開が決定しました。はい、だから今日ね、ちょっと配信でまだこっち来られてない人、皆さん全国でできますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、そして、実施劇場はですね、明日4月10日月曜日18時に発表されるとのことで、お楽しみに頑張れバースデーボーイ頑張れ頑張れ。さらにですね頑張ってグリッドマン撮影会付き上映を4都市で実施することが決定しました。ということで、グリッドマンユニバースファイターの撮影会付き上映はですね、4月15日土曜名古屋ミッドランドスクエアシネマ、スクエアシネマ、次4月22日土曜日東方シネマズ難波にて開催。名古屋には、スミトミジェナさん、そして大阪、私も出ますので、皆さん大阪遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、電光超人グリッドマンの撮影会付き上映はですね、4月15日土曜日東方シネマズララポート福岡、そして4月22日土曜日東方シネマズ仙台にて開催いたします。福岡にはですね、帯雅也さん、そして仙台には稲田哲さんが登場します。はい、ということで、まあ、もういろんなところに、あのグリッドマン関係のこう、あの役者だったり、こう、まあ、実際にグリッドマン自身も、あの来ますので、ぜひなんかお近くのところがあれば、皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。そしてそして、皆様のお力のおかげでですね、4週目の入場者プレゼントが決定。よし、ということで、これがこれエモ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 、あ、あるあるある、これやばいんだから、ちょっと持って、相馬さん、これ、はい、持っていいんですか、あげますということで、坂本勝さん書き下ろしの A4 クリアポスター全2種なんですけど、こちらのね、あかねちゃんとりっかさんを
合体重ねてするとどうなるの？どうなるの？お手手がつながれてる。エモい。エモい。エモいです。はい、ということで。なんか発表したみたいになってますけども、はい、こちらになりますので、ぜひ、だからまあ少なくとも2回は行かなければならないことがね、皆さん確定しましたので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、たくさんの解禁がありましたけども、まあもうみんなもう覚えてないよね、多分ね、最初の方のやつとかね。はい、なのでこの後公式ホームページ、そしてツイッターなどなどで、こういうのを出していきますので、こちら終わった後ね、ぜひ皆様チェックしていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。終わり、告知タイム。お疲れ様。お疲れ様です。どうだった俺の告知。ありがとう。はい、ということで次はみんなが喋るターンでございますよ。はい、ということで、まあ一応まあ配信もありつつなんですけども、まあほぼネタバレして喋っていいよというお許しも出ておりますので、まあできるだけ、もう皆さんもね、見た直後ですから、ちょっといろいろ砕けて話していきたいなと思うんですけども、まずレイナさん、はい、解禁されちゃいましたね、茜。解禁されましたね。ありがとうございます。いや、実際ね、グリットマンのお話の中で、まあ、いい終わり方というか、ね、うんうん、したから、正直、茜出てくんのかなみたいな。私も思ってました。なんなら出てこないよねって思ってたんですけど、そう、オファーいただいて、台本読んで、そうきたかって納得する部分がね、たくさんありましたね。しかもなんか衣装というかさ、なんかすごいさ、はい、茜はっちゃけね、この衣装になってもすごいはっちゃけてましたよね、うん、はっちゃけたって言っていいのかね。いや、なんかこんなんかね、すごい、しかもアレクシスともね。そうなんですよね、アレクシスとまた会話できるんだっていうのは、うん、かなりびっくりしたし、あの掛け合いあんまり変わらないんだなっていう、ちょっとね、なんだろう、これは言ってもいいのかな、台本のとがきとかにも、そのアレクシスに対する茜の思いみたいなのが書いてあったりするんですけど、アレクシスに対しては元カレって書いてあったりするんですよ。なるほどね。そういう位置づけなんだ、あれ、茜にとってのアレクシスは。そうそう、でもまあね、元彼だけど、なんか会話してる感じって、そのシリーズの時と近しいものがあって、はい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 、でも今回はドミネーションしましたからね、ね、あれがまたちょっとね、本編シリーズとは少しだけ違った部分っていうので、うん、面白かったなと思いつつ、でもやっぱりこの全体を通しての感想になりますけど、その心のしこりがそれぞれみんなね、ちょっとずつあった中で、今回のね、ユニバースでそのしこりを取ってもらえるようなシーンがいっぱいあって、茜自身もアレクシスだけじゃなくてね、それこそリッカさんとかね、はい、うん、アンチとかね、ちょっと ね、あのリッカのシーンずるいよね。いや、ようやくね、会えたけど喋らないっていうのが、なんかやっぱり雨宮さんの世界であり、なんか喋ったら喋ったでなんか壊れてしまいそうな過去のものがあったっていうのが、でもあって本当はいっぱい喋りたいんだろうなとも思って、二十歳とかになったらいっぱい喋って成人したらね、もうちょいしたらね、もうちょいしたらなんかね、確かにね、とかするのかなとか、まだ想像をね、かき立たされるような、だから本当にあの絵のお芝居、これね、素晴らしかったなって思いましたね。ね、もう、ずるいよね、あんなの。アレクシスとかもさ、なんかちょっと好きになっちゃいません、あんなかっこいい感じに。なんかずるいっすよね、一番美味しい出方というか ね、もうグリッドマンあるあるなんですけどね、アンチ君もそうでしたけど、やっぱね、ずるいよね、なんかさ、やっぱいいやつかっこよく見えてしまうっていうね。確かにね、そう、ありましたけども。そして、ナミコハッスさん、はい、登場しましたね、出てきましたけども、よかった、喋ってて出れてよかった。でも、ちょっと、どうしました、申したいんですけど。何ですか。なんか、ナミコ、ハッスはセットだと思ってて、なのに、ハッスはなんか、うつみと、ちょ、なんかなんか、うつみもそわそわしてるわ、ワンランク上の女みたいになっててそう、なんだ
と思って、ナミコちょっと毛が伸びただけじゃんって思ったけど、まあちょっとね、まあ、ハスちょっとメッシュも入れちゃって、そう、多分 YouTuber としてもどんどん成功してってる感じがありましたし、案件もらってたもんな。そう、もう稼いでるんですって稼いでるんですってしかもやっぱ宇都宮との絡みも ねあれ どうあれ一緒に撮れたんでしたっけ、宇都宮との掛け合いは。いや本編は撮れてないんですけど、撮れなかったの。でもなんかあの聞きながら特典し、あ、それはね、一緒にあのグリッドマンの総集編の特典のやつですかね、うんうんうん、そうです。それでな、まさかのナミコと、あ、違う違う、ハスと宇都宮のボイスドラマが、うん聞いてくださいましたか、皆様。聞きました？ました？あれ結構もうちょっと青春というか、ね、うん、なんかちょっとここ友達だなんか友達がちょっと先に大人になってたみたいないやでもなんかハスと宇都宮はずっと確かに何とも言えない関係なんですよ、ずっとね。なんかね、はっきりして、ね、なんかしてるようでしてないみたいな、なんか不思議な関係だよね。 そこがなんかまた、いやでもなんか今回の本編でもあれどっちなのみたいな、どのくらいの関係値なのみたいなところでとどまってるのがいいなって思いました。逆に怪しいな、うん、逆に怪しまれてる。しかもハスちょっと幸せ太りした気がちょっと幸せ太りしてちょっと思いませんでしたちょっとハス幸せ太りしてましたよね。ハスでもちょっと最初から結構ムチッとしてもうちょっとムチッとしてたけどねえ、いやでもなんか文化祭パートのあのなんか青春なね、うん、いいよね、感じをナミコハスは、うん、あ、クラスティー、あ、そうだ今私たち忘れてたわ、ただの無地の黄色の T シャツじゃないんですよ。クラスティーはねちゃんと着てるの、実際のねレイナさんはもう、ね、ちょっとレイナさんは神様ね、やっぱりレイナだけ 前にね、あるんだよね、神様の。まさかのバックプリントだったんだよ、バックプリントだから正面だけ見たらさ、青い黄色い人になっ大石さんがおしゃれにめちゃめちゃ着こなしてる、そうなんですよ、その着こなし方があったかっていう、いや、ワンポイント入れとこうかなさすがすいません、ほんまにそんな大石さんはもう主題歌を、はい、いや、担当させていただきまして、ありがとうございます。素晴らしい、もう、ほんいや、反響がめちゃくちゃありまして、うん、お客さんからもリプライたくさん飛んできまして、もうおしゃべりクソメガネって呼べないぞとかこいつに足向けて寝れねえとか、あと聞いた話によると、その歌詞の中に1バース、2バース、3バース、ユニバースっていう歌詞が入ってるんですけども、はいはい、グリッドマンこのユニバースを見に行くことをワンバースと数え始めてる皆さんいらっしゃってワンバース目で、これ聞いた話によると20バース行ってる方もいらっしゃるらしいです。すごいね、20回も見てくださってるってことだ。みんなどのくらい見てるんですかね。確かに、え、ちょっと待って、聞いていいですか。10バース以上見てるっていう方、いる、結構いる、すごい、めっちゃ、ちょっと待って、20バース、もう登壇できるよ、多分多分喋れると思う。いや、もう俺はもう俺はユニバースです、君は認定します、ユニバース、ユニバース認定、ユニバース認定します。で、まあ反響といえばですね、僕の友達からもめちゃくちゃ LINE 来たりとかするんですよ。斉藤相馬っていう友達がいるんですけど、あら、相馬さん、なんか試写会終わった後になんかめちゃくちゃ長文の LINE 来てこれ読まれへんぞっていうぐらいめちゃくちゃ長文の LINE が来て公開してほしい、それ、いや、公開したいぐらいなんですけど入場者特典にしましょう、じゃあ相馬さんの LINE 熱い LINE だから5週目までお願いします、皆さんはぜひ。ごめんごめんごめん、友達一人泣くつわやめてやめて。いや、でもそれぐらいなんかもう、はい、僕ね、相馬くん以外にもたくさんの方々から LINE 来たりとかして、本当に反響がありましたね、今回のグリッドバイン。しかももうユニバースの楽曲だけじゃなくて、はい、ユニオンのね、歌が流れたり、インパーフェクトが流れたり、インパーフェクトの瞬間やばくない、鳥肌ですよ、もうやばいんですよ。いや、あ、来た、ほら、長文 LINE 男が来たしかもまさかのユニオンとユニバースもさることながらインパーフェクトについてめちゃくちゃ語っちゃったっていう、さあ、でもうこれはね、そう、いや、本当に30行ぐらいの LINE を、いや、マジで長かった、愛が。でも僕、初上映というか初日に行ってるんですよ。
映画館にプライベートでチケット買って行ったんですけど、一番後ろの席をわざと取ってどんな感じのリアクションされるのかな皆さんと思って、はいはいはい、で応援上映じゃないにもかかわらずインパーフェクトを流れた途端にみんなやってて嬉しい。 いや思いは一緒だったんですね。いや一緒だった。それ見て僕ダーって泣いちゃって、あ作ってよかったな。素敵でした。ありがとうございます。もう頭からね離れない楽曲になりましたから、ぜひねもう何度も歌って聴いていただきたいですね。やりたいと思います、はい、そして相馬さんも初なんですよね確か。そうなんですよね出るのも、はい、でさっきのね熱い思い含めですけど改めて劇場版いかがでしたか。いやもう本当に5年前にそのテレビシリーズのグリッドマンの主役をさせてもらった時にいろんな形で、あもう一回こんな青春ができるんだと思いましたと言ってきたんですけど、それからダイナゼノを経てまたここでみんなともう一回もう一回青春できたんだなっていうのがもう嬉しすぎて、いや本当になんかこのなんか役者としてももちろんなんですけど、もう俺オタクとしてマジでこの作品好きなんだよっていう、もうこれはこの作品が行かないわけないだろうっていうぐらい本当に大好きな作品にまた再び出会えたのが嬉しくて、でもやっぱ僕も劇場で拝見したんですけどめちゃくちゃ泣くとこじゃないだろうってとこからもう泣いちゃって。わかる。なんかさ何気ない日常シーンとかで逆にうるっときたりしません？めちゃくちゃ来るし、あとゆうたとずめっちゃ喋ってたもうこの映画でめっちゃ、ね、親友だなっていう。これはそうだからやっぱテレビシリーズの時にね、まあ、ゆうた記憶ないっていう状況でやっぱうつみはね、なんやかんやいながら一緒にいてくれた。で今回はやっぱあもう本当にやっぱ長い間の友達だったんだ。普通に家行ってねなんか見たり、結構ねいじり方も割と攻め込んだっていうのこうこの これとかねってささすがって言ってたね、ちょっと感性はね泣くタイミングとかちょっと違うんですけど、違ったけど、ね、そうそう違ったけど、そうでもなんか改めて宇都宮との友情みたいのはめっちゃ見えた気がする。そうだね。だって俺告ってくるわって宇都宮に行ってこいってやつそんなイケボだったなんかそんなイケボでしたあれ。えでも宇都宮さんやっぱり声優志望ですかそう行ってこい行ってこいってさ悪いやつよね一応なんか劇でグリッドマン演じてましたね。いやもうだからあれすごいよね。実はそのテレビシリーズの最終話で宇都宮がそのねグリッドマンに今度俺に宿れよみたいな、友達言ってましたね、寂しくなるからって言ってたのまさかこの形で、いや宇都宮も楽しかったと思うよ。だって演じてましたもんね、もうねちゃんと声出して、もう堂々といやでも本当になんかそれが皆さんもおっしゃられてましたけど、やっぱり監督はじめこうグリッドマンチームの全部見たいものを見せてくれたっていうね、で自分たちがやりたいことを全部詰め込むっていう、そこがもうなんか本当に楽しんでこれが好きなんだっていう前向きなエネルギーで皆さん作られてるんだなっていうのがもう本当にフィルムを通しても感じたので、何回でも見たくなってしまいますね。そうですよね。もうだって最初台本の時グループラインって言ってましたもんねやばいこれすごいとか言って、エモすぎる、エモすぎる、どうなっていくんだってね。ちょっと俺意味が分かんないのが何個かあって、これどういう意味でしょう、単語とかがね、エンソロピーとか、ね、エンソロピーの意味が一緒に分かんないエントロピーね、エントロピーちゃんと今夢間違いだぞこういうことあるからねよくあるからねでもね結ばれましたからユータとリッカそういうシーン、あ、アフレコしたね、キモキモユニバースおい、グリッドマン同盟どうしたすまんすまんキモって今 YouTube の全世界俺がキモいことがバレた、ね、バレたってなんだでも本当にさ、ちょっとこっぱずかしかったよ、ね、アフレコの時めっちゃ恥ずかしかった、恥ずかしかった。だから同じことはできないから、多分テスト1回やって、うん、もう1回なんか本番3回目やったのかな、やっ、ね、で終わった時に、うん、もうわからない、うん、もうできないやめませんっていうね。そうだからもうどのテイクが使われてたのか正直覚えてないよね。なんか
いや、三森さんがすごいなんかいいな、そういういいぞってこのゲームを初めて欲しかったからね、ずるいもんね。ミキサー室で見たかったいや、なんか謎のね、緊張感があって、ラジオもね、させていただいてるから余計にこう仲いいからゆえに立花雄太をこう演じる上で、そう、あの二人になった時の、ね、うん、でもなんか久々に会ってね、雄太と立花として、ね、でもなんか立花は毎回ちょっとこう、うん、なんていうの、あのブランコのシーンとかもさ、うんうん、もう、ま、待ってるよね、多分なんか俺、あ、彼女、あ、彼氏いると思ったらさ、いや、それはお兄ちゃんだったよって言ったやん、うんうんうん、でその後に、そういうユータも年上とかに好かれるんでしょってさ、うん、もうそんな、ううん、君だって言うじゃんあいつ何してんだよね、なんで、あ、よかった、ポリポリうお化けじゃないんだよ気づいたらこっちさ、髪ぐちゃぐちゃよなあ髪も直さんからね、髪ボサボサ本当にね、なんかああいうのがあって、ね、まあでも最後ね、うん、お互いこう思いが通じ合っててよかったなと思ったけどね、うん、ようやく結ばれてね、ね、はい、じゃあどうぞまだいけます？あ、逆に印象残ったシーンとか好きなシーンありゅう？ありゅう？さんはありゅう？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 いや、もう戻っていいからなんなん？ちょっとイチャイチャしないでくれな、っ見てらんないよ、ちょっと見てらんないよ、ちょっとさせーこれちょっとグリッドマンで言ったらあれじゃない、あの親戚中学生とかどうですか？あー、いい、ちょっと久々に会えて、もう、ね、私は涙が出ましたね、だよね、うん、ボラーの声を聞かせてもらいながら収録させていただいたんですけど、うんうん、ボラーの声聞いただけでもうなんか久々に会えたっていう、そうね、うるうるしたな、どうですか、なんかボラーと内海もすごい、なんかさ、ね、ああいうシーンの方、ボラーがさ、ずっと内海蹴ってるし、あれよかったよね、あれなんかいいよね、雨蹴り、そう、でも雨蹴りでした、ね、雨蹴り、でも何も言わないじゃん、全然、多いとこも、だってその後ペン刺そうとしてたもん、そうそうやってた、やってた、かわいい、ね、なんかちょっとこう、なんだろうね、気深ま、やっぱあれから深まった関係性がすごいいろいろ見えたし、そう考えると内海さんちょっとね多方面にというか、確かに、そうね、ちょっとちょっとしょうがない、ちょっとちょっとちょっと一緒にボヘミアンラブソディ歌おう大声なしでね、大声なしで確かにみんなね、やっぱちょっと成長してる感じはね、うん、かなりあったんじゃないかなっていうのは、マックスの髪の毛がなんか決まってたね、短 短くなったんでしたっけね、そうそう、マックスずるいよね、お風呂のシーン、お風呂のシーン、ね、わーおーのシーン、いやすごい、あと親戚中学生が宝田家で寝てるところの、うん、いびきうるさすぎっていうあれはね、確かにそういびきっていうかもう言ってるよねみたいなガーン、いやもうね熱いよね、あのダイナチームというかさ、うん、あのレックスさんと、まあガンバさん、まあ、レックスさんとのあのよもぎのああいうシーンとか、そこはやばいよね、言いたいこといっぱいあったんだけどのとこはね、そうあとでちょっと LINE でじゃあそれはいただいてよもぎのよもぎのセリフだよ、あ、セリフだよ、あ、セリフ、ガウマさんに言いたいこといっぱいあったんだけどこれごっちゃになっちゃった、今相馬さんがもっと言いたいことあったんだけど、うん、それは LINE でと思ったけど、確かよもぎ本編で言ってましたわ言いたいこといっぱいあったそうもう一テーマいける、もう一テーマいける、おー、じゃあ、ね、何の話してほしいですか、アレクシス、アレクシス、お父さん、レイナさん、アレクシス、アレクシスか、アレクシスか、でもあれさ、どうなったんだろうね、最後、最後ね、わーって、ね、だけどなんかみんな、いや、あいつはそんなんじゃ死なねえよみたいな言ってたけど、うん、ね、どこ行ったの、死んだの、生きてんの、いやどうかな、なんか、なんかね、あの人だからね、またなんかね、しれっとね、うん、でまたなんかいそうな感じはしますけどね、うん、一家の父ですとかでまたね普通に出てくるかもしれないから、あのシーン実際にあったしね、そういうシーンが ね、 あの変なおかしくなっちゃったっていうところで、うん、まあいつか出てくるだろうか、またこれはもう監督しか知らない、うん、アレクシスどうなったんですか、監督いるの？いるみたいな聞き方だけど、いや今配信に行った、配信にいやでもすごいよね、これやってさ、まだその次どうなるのかっ
ていう風に普通に思えちゃうぐらい、もっと見たいこのねグリッドマンユニバースの世界を。でもなんかあの初日舞台挨拶でね我出してもらったんですけど、ユニバース2やろうみたいな、やろうってね、もうだって全員お客さんの前で言ってたんで、もしかしたらあのグリッドガールが出るかもしれない。緑川さんがユータのリッカだけずるいって言ってグリッドマンにもガールが欲しいって言ったグリッドマンガールなるほど、なんでもありだってね話を。そうよ、だから皆さんがこう盛り上げてくだされば全然先、まあ俺個人で言うとやっぱあボイスドラマ聞いてくれましたか。あー、ありがとうございます。だからこそそのリッカとユータの、まあ、将来というか未来をもうちょっと見たいなっていうのは思うね。どうなんだろうなって。いやまあ、まあ、ボイスドラマ聞いてくれた感じだと、まあ、そういう感じにはなるよね。あ、場所変わりますなんでやなんでですか。でもだいぶ 発展してたからね、ボイスドラマ、よもぎと夢のマウントが半端なくなそうなのよ、やばかった先輩たちがあれアフレコしててもさ、俺もうちょっとムカついてきてさめちゃめちゃいじってくるな、煽ってくるのよ ねキースキースよくないぜあれ、あの時期にね、高んな時期にね。そうよ、まあでもなんかその立花となんていうのユータの形が別にあるからね。そうなんかああいうちょっとユータもこう思ったことをねわーっと言えて、立花もじゃあみたいになってたから、それは一つの形としてね。でもまああんなねヒーローのユータを見たら立花はもう惚れてるじゃないですか。もうどん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 好きになっていくような気がしちゃうよね。ね、だからもっと見たいね、その先を。皆さんが、ね、応援してくださる限り、痛い見れると思いますので、はい、ということでおしまい嫌だとか。全体残り5分ってまだ出てますえ、その全体っていうのはまだ喋れるよっていうことですまだいいってことですか。終わりまで終わりまで5分でしょ。じゃあダメですね。あ、まだだって最後ごめん、俺全然喋れてないんですけど。そうか、もっとじゃあ、大石さん、じゃあ改めていかがですか、劇場版をご覧になって。普通。普通すいませんお後がよろしいようでじゃない。いや全然あとスタッフさんもこれやらないでください、スタッフそう、でも大石さんはそのでも歌、はい、なんかツイッターとかでさ、すごい分析のなんか分析っていうかその考察していただいて、だからあんまり主題歌についてたくさん僕が言及するとなんかこう狭まる気がして、考察の範囲が、はいはい、だからあんまり主題歌については僕言及しないでおこうかなって思ったんですけど、一個だけ今日お話ししたいことがあって。聞きたいです。主題歌音源聞いていただいた方は知ってるんですけど、ドア玉にブーンっていうベースシンセの音入ってるんですよ。はいはい、ありますね。あれ本編では切ってあるんですよ。え、それはなんでかっていうと、お二人のその告白シーンあるじゃないですか、それをブーンって邪魔しないようにって言って、なるほど、雨宮監督に相談されて、すわーすげー、奥さんここ切っていいですかって。いいです。確かに二人の告白シーンを邪魔するわけにはいかないということ でいきなりユニバースって入ってる。確かに、はい、ちょっと待って、もう一回見た、ほらまた見たくなるじゃん。すぐ見よう、すぐすぐ見たすぐ見よう、すぐ見たくなる。皆さんじゃあもうワンバースお願いします確かに、なんかさエンディングというかね、主題歌の入り方がなんかさ、うん、好きですって言ってなんかこう、ユニバースだから。確かに、でも結構ネットで叩かれてましたけど僕に、大石邪魔すんなそんなことないね。いや、あれでバツンって終わる方がなんかいいっすけどね。いや、いいはずなんですけどね。いや最高ですよ、なんかお前空気読めよみたいなもう少し見せろよって言われたりしてましたけど、でもありがたいですね、そういうのもね。すごいな、レアな話だな。ってことで、絶対もうワンバース決まったんで、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。はい、じゃあもう本当にダメらしいんでおしまいです。おい、ブーンだ、ブーン、今ブーンバージョン、ブーン入ってますね。ブーン、ブーン、俺の時も切ってよ、じゃあ邪魔しないようにはい、ということで、全員は難しいですかね、いけます一言、じゃあもう秒一言、秒
秒秒でちょっと軽く一言ずつ最後なんでね、はい、挨拶よろしいですか。じゃあまず大石さんからお願いします。主題歌担当しました大石真誠司です。本日ありがとうございます。僕もあの脚本から見せさせていただいてるんですけども、何度見ても何度見てもあの掘り起こすところがたくさんある細やかなところに細部にわたってですね、あのこだわりのある、作品だというふうに思ってますんで、もう1バス2バス言わずに20バス30バス言っていただければというふうに思います。本日ありがとうございました。大石真誠司でした。ありがとうございます。じゃあ紀藤さんお願いします。はい、発役紀藤あかりです。いやもう本当に今回のね、作品は本当に素晴らしい終わり方もして、まあ、一つまとまってはいたんですけども、まだまだ続きが見たいということで、立花と雄太はひっつきましたけども、ハッスと宇都宮もまだまだちょっとこれからどうなるか分かんないなっていうのも見たいなと思いますし、ハッスの YouTuber 人生がどんな風にステップアップしていくのかもまだまだ見たいので、皆さんぜひ何バースもしていただいて、これからも応援していただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。森さんお願いします。はい、一般人代表並子役の森鈴子です。いやでも本当に出番があってよかったというか、あの学祭のシーン本当に楽しくて、並子がちょっと髪の毛が伸びてるのがすごい愛おしかったです。あのもし続き続編があるなら、あの、まあ、恋愛とかそういうのに大きいことは言いませんので、あのもうちょっと髪が伸びてたらいいなって思いますというか髪が伸びてる姿が見れたらいいなって思います。いや本当にね、私個人としては本当にストーリーにめちゃくちゃもうやっぱりね、あのやっぱいいなグリッドマンって思っていて、で一番あの声を出してしまったシーンは浴室のドンってところでした。はい、ということで皆さんまだあと何バースも見て楽しんでください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ今回サプライズで来ていただきましたレイナさん、一言お願いします。はい、今回あのグリッドマンを救うっていうお話だったので、やっぱり個人的にすごくそのなんだろう、制作陣のこう電光超人グリッドマンへのこう恩返しみたいな気持ちを勝手に感じてしまって、すごくグッときていたんですけど、まあ、そんな中であのいろんなしこりがさっきもお話ししましたが解消されていったりとか、すごく見たかったものを見せてくれて、あの本当に感謝の気持ちと、あとは今日お話しできなかったアレクシスとかアンチグリッドナイトのことはきっとあのまたその上映会がありますので、そこで実際にその稲田さんたちのこう言葉でいろいろ伺いたいななんて思っていて、ぜひあの足を運べるよっていう方はそこでもねお会いできたらなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあゆめさんお願いします。はい、宝田立花役宮本ゆめです。本当に本日はありがとうございました。そうですね、やっぱり愛と約束と賞味期限自分も大事にしていきたいなと、改めてこの作品を見て参加している一人としてもファンとしてもすごく感じさせられた作品になりました。でやっぱり立花を演じている身からしたら、茜と少しでも同じ空間にいられたことが、またその時間を共有できたことが、なんか自分の中でもずっと会いたかった一人だったので、それがすごく嬉しかったですし、ゆうたと結局ねああいう形になったのもなんかちょっとこっぱずかしさもありながらも、ようやくその2人の終着点が見れたのはすごく嬉しかったんですけれども、まだまだ終わらないような気がしていますし、雨宮監督のことですから、いろいろなことを考えてくださっているんだろうという期待を自分もとても思っております。皆さんも何バースも20バースも30バースも40バースもしていただいて、いろんな方とあの劇場に足を運んでいただければなと思います。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ相馬さんお願いします。はい、皆さん本日は本当にありがとうございます。あの作中であの怪獣少女が、その君たち人間はフィクションを信じることができる唯一の存在なんだと言っていたのがすごく心に響いて、あの私事なんですけど、自分も声優を志したのが高校に行きたくないなと思って不登校になっていた時にアニメに救われたなと思って、その憧れの気持ちで一歩を踏み出したんですけど、なんか
やっぱり自分が好きなアニメーションはフィクションはここにあったんだと思わせてくれるような本当にこう奇跡的な出会いを感じさせてくれた作品になりました。なので皆さんも言ってくれていましたけども本当にきっと繰り返し見ていただくとその時ごとに皆さんの中にまた新しい物語が生まれていくんじゃないかなと思っています。とりあえず僕も何回も見返して劇場でこの体験を感じていきたいなと思っております。ぜひこれからもグリッドマンを何卒よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうね、皆さんが熱い思いを語ってくださったのでのコンビニ短めでってごめん短めでって言ったもんね。一瞬でって言ったけどいや僕も志したのはお結構いくな兄さん思ったけど全然いいんですよね。ごめん。いやでもね思うんですよ。もう やっぱね映画見た後だとねもう語りたいことがもう一心一心ねいっぱいあっていろいろあると思うんでいろいろ上映会もまたね決まったりとかしてますのでぜひそこに遊びに来ていただければなと。あと僕で言うと大阪行きますのでぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございます。大阪は多分一人だから一人ずっと俺喋ってるんで皆さん聞いていただければと思います。はい、ということでもうみんな熱も結構上がってると思うんで最後はアクセスフラッシュで締めて今日終わりたいと思います。久々だねみんなでこうアクセスフラッシュっていうのなんで大きい声で配信見てる皆さんも大きい声で言っていただければと思います。僕がアクセスと言ったら皆さんフラッシュと言っていただければと思います。登壇のみんなもよろしくね。OK、はい、いきますよ。アクセスフラッシュ。はい、ということでまたよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。配信の皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。またね。